北海道中標津支援学校の原田悠介といいます今回は自閉スペクトラム障子の TRPG 活動における会話の促進とゲームマスターの役割というテーマで発表させていただきます高機能 ASD 自社へのコミュニケーション支援の方法として近年加藤らによるテーブルトークロールプレイングゲーム以下 TRPG の有効性が報告されています自閉スペクトラム障子 ASD とは社会的コミュニケーション及び対人相互反応における持続的な欠陥及び行動、興味、活動の限定された反復的な様式によって社会生活に支障を引き起こしている場合に診断されます。ASD においては言語コミュニケーションの困難が以前より指摘されてきておりそれらは知的な遅れや言語面の遅れに関係なく生じます。そのため、 以前より会話支援としてソーシャルスキルトレーニング SST が行われてきていますが動機づけの問題から効果が減じられている可能性が指摘されています一方 TRPG とはゲームマスターとプレイヤーが集まり参加者同士の会話によって物語を進めていく卓上対話型ゲームの総称です大枠のルールーやシナリオに基づきつつも、 自由度の高い行動選択が可能な点が特徴です加藤らの研究においては TRPG 活動を通して高機能 a s d 時のプレイヤー間での対話による問題解決能力が向上したことが報告されていますしかし加藤らの研究においてはプレイヤーのコミュニケーションを促進すると考えられるゲームマスターの役割については検討がなされていませんそこで本研究ではゲームマスターの TRPG 活動中の発言と参加時の発言の関係について検討を行いました方法です広範性発達性障害もしくは自閉症と診断された4名の児童を対象としました5回にわたって行われた TRPG のセッションの中から第1回と第5回の一部分を分析対象としました 開始から10分後の場面から5分間ずつトランスクリプトを作成しプレイヤー間の相互干渉とゲームマスターによる援助について会話分析を行いましたまずプレイヤー間の会話の変化についてです第1セッションおよび第5セッションのトランスクリプトにおける発話の重なりを数えました第1セッションは63箇所あったのに対し 第5セッションでは26箇所と大幅に減少しており会話の組織化が進んでいることが観察されます具体的に変化の様子を見ていきましょう第1セッションの会話の一部です会話の重なりをカッコで表していますが色をつけるとこのようになっています次々に割り込んで発言する様子が観察されますまた太字の部分が大きな声での発言です 自分の意見を押し通そうとする様子が観察されます続いて第5セッションです重なりは発言の終わりの部分や同時に発言が開始されている場合になっていますまた第1セッションに比べ各プレイヤーの発言がまとまっている様子がわかりますゲームへの理解が進む中で自己の発話を調整していることが示唆されますまた。 ゲームマスターの発言についてそれぞれセッションごとに分類比較を行いました第1セッションではルールに関する発言が大きな部分を占めていますが第5セッションにおいてはこれらのルールに関する発言が行われていませんプレイヤーのルールへの理解が進み説明が必要なくなったことが理由として考えられます一方第5セッションにおいてはゲーム内の状況やストーリーに関する発言 意思決定の確認が大幅に増加しています会話の組織化が進み進行がスムーズになったことによるものと推察されます考察です第一セッションにおいて各プレイヤーはゲームマスターも含めたゲームが行われている場に向けて自分の意見を主張していますこれらに対しゲームマスターはシナリオやルールの方向性に沿ったものを選択し 一定の方向へ誘導していますまた、プレイヤー間の協力の必要性を示唆する発言を行うことで、他のプレイヤーの存在や役割への気づきを促していると考えられます。一方で、第5セッションにおいては、プレイヤーのゲームへの理解が進み、協力し合いながら目的達成に向かう姿勢ができることで、ゲームの場を分かち合えるようになっています。そのため ゲームマスターは本来のシナリオの説明やまとめ役としての役割が中心となります他者の意見を聞く姿勢ができているためスムーズに発話の交通整理が行われていますまた今回ゲームマスターへのインタビュー調査を行いました第1セッションについてはプレイヤー同士と会話する余裕がないといった回答がありルールに関する発言が多くを占めていた点と一致します また第5セッションについては確認しなくてもよくなる決断しての発言宣言が多くなっていると回答しておりバで交わされるやり取りの方向性についてはある程度意図を持って構成していたと考えられます一方で今回ゲームマスターを担当したことを通じて TRPG を知らない子にどのようにすれば楽しんでもらえるかを考えるようになったといった回答から コミュニケーション支援者ではなく本来のゲームマスターとしての役割に徹しようとする様子も見られました TRPG においてゲームマスターはプレイヤーと同じゲームを楽しむメンバーとして1つのコミュニケーションの場を共有していますそのことでゲームマスターとプレイヤープレイヤー間1対11対複数といった多様なコミュニケーションが営まれています各プレイヤーーーにとってゲームマスターは 一緒にストーリーを進める場のメンバーでありながらゲーム全体の説明やルールを状況に応じて提示するファシリテーターでもありますまたゲームを進める上でのサポーターでありゲームの熟達者としてのリスペクトの対象でもありますこのような構造が自発的かつ協調的な会話を可能にすると考えられます今後は第1セッションと第5セッションの間の過程も含めて分析を行うことで より具体的な検討を行うことができると考えられますありがとうございました